個人としてはあんまり、まあ、よくはないですけど、まあ、チームとしてもやっぱここ最近勝てない試合が続いてるんで、まあ、そこはチームとしても個人としても、まあ、もっとやっていかないといけないなと思います。なかなか3連敗することもなかったんで、まあ、相手が上位っていうのもあるんですけど、やっぱりその上に行くにはやっぱ上位に勝たないといけないっていうのもあるんで、まあ、まだここからまた上位と戦いますし、まあ、そういう部分では、まあ、しっかりまた次に向けて勝てるようにやっていかなきゃいけないかなと思う。やっぱりチャンス、まあ、ビッグチャンスがなかなか多く作れているっていうわけでもないので、やっぱ少ないチャンスをものにして勝ってきたっていうのもありますし、まあ、そういう部分ではやっぱり、まあ、失点を多くしてしまうとやっぱなかなか難しい部分があるかなと思うんですけど、まあ、で今はやっぱりその失点しまった時にやっぱり全体としてやっぱその沈んでしまうっていう部分もあると思うんで、まあ、そういう部分はやっぱり、まあ、失点しても2点取るっていう強い気持ちで選手全員が持てるようになれば、まあ、いい、全然チャンスはあると思うんで、まあ、そこはしっかり気持ちで、まあ、そのいい方向に持っていければいいかなと思います。まあ、個人の能力とかもやっぱ技術だったりそういう部分でも、まあ、相手の方が上だと思いますし、まあ、やっぱ細かいところから、まあ、相手はしっかりできてるなっていう、まあ、小さなミスも少ないですし、まあ、自分たちはそういう部分ではやっぱり、まあ、簡単なミスでボールを奪われてしまったり、まあ、その意思疎通できてなかったりっていう部分が、まあ、試合中、まあ、相手より多くあるかなっていうのは感じます。